やっとだよ。やっとだよ、もう。やっとヤシップだよ、もう見慣れた光景、この。この見慣れた光景よ。この光景よ。これを見たかった、俺は。セルフィース。おう、ナイス。はい、ナイボー。はい、ナイボーです。ナイボー。走りました。ありがとうございます。いや、よかった。はい、キッチン落ち着くわ、ほんま。料理系配信者のスナパイさんはキッチン分けしてました。あ、さすがです。さすがです。さすが。はい。さっそうとキッチン出ましたけどね。あれ。下ごしらえだけ。いや、安心するわ。鈴音。こっからね。まあ普段の拓也村のね。議論をバチバチと楽しんでいきたいと思います。まあ初っ端から初っ端ね、いや、まさかね、まさかね、みんな騙されてないと思うけど、わざとやったんですよ、あれは。わざと、そう、わざとやったの、実は。そう、僕の中の多分もう一人の人格が勝手にやっ、お、これ直んなかった、鈴音さんだぞ。鈴音、おお、まあ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 、よいしょ。メインホール。鈴音さんが10秒前に死んで、はいはいはい。ノアさんの死体がメインホールにあって、そこから走りかる橋健さんを見たので、橋健さんを切りしました、シリフです。ああ、なるほど。なので、ノアさん、はいはい、橋健さんがノアさんをやってるのは確定なので、はい、鈴音さんの死体だけお願いします。はい、10秒前です。鈴音さんね、初手キッチンで展望に入ってきてます。うん、で一緒に、アップロードまでやっているので、本当に多分キッチン周辺、キッチン武器庫ぐらいだと思う、行けても。オッケー、じゃあ近くにいたので石油に誰も来てないです、左から。はい、私がキッチン生まれで、宿舎前の方まで行ってるんですけど、あ、ミーティングまで行ってるんですけど、その途中で、マロさんに会ってます、武器庫あたりで。はい、武器庫でリンちゃんと一緒ですね。うん、でその後マロコックピットでタクヤさんと一緒になってます。はい、でタクヤは鈴音さん置いてった後にマロさんと会って、その後ほぼほぼ一緒に行動しているので、マロさんには白が出せます。あ、そうなんだ。うん、なんか他の人の話聞きたいです。はい、立夏貨物脇で、アーカイブはねノア君と一緒で、そこからもう一回、折り返して貨物の方で今バイタルまで行って、5秒前にバイタルを見た時に鈴音さんだけは死んでるのを見てたので、センちゃんはもうシェリフ死んでいいと思います。あらまーす。直前シェリフのセンちゃんとエレキで会ってます。はい、会ってます。セルヒーシャワーです。マジ？はい、経路は、いや、だからセンちゃんの、うん、あ、経路はメインソロ脇して、うん、除染、写真、ゴミ箱、タオル、シャワーヘッドのところでノア君と会い、停電が入ったのでキルクル溜まってるから切ってくるのかなと思って、切ってこなかったら白いなと思って、でタオル出すとしてたらポンポンってなって今死んでたんで、あ、センちゃん、セリフなんだと思って聞いてました、今。はい、じゃあキルできるのって、リンさん、タクヤさん、ペイさんまで、リンさんはマロから白を出せます。マロより先に武器庫抜けちゃってますね。うん、うん、まあその辺に死体があるんだったら私は難しいですかね。武器庫抜けてる、もし私ミーティングの最終位置が一番奥なんですけど、うん、うん、その過程で、まあ一番奥できてたかな、ミーティング一番奥できてたら多分私はできる。人ら辺にまだいるって考えられるの？ただダウンロードアップロードやってるので、まあ、割と時間はどうなんだろうな。なるほど。それって10秒前にはもう、そう、10秒前の死なので。あー、そっか。拓也さん目線はどうだろう。うん、10秒前だと多分俺がコックピット行ってるぐらいっしょ。だからキッチン出たあたりで切られてるぐらいが妥当だと思うな。10秒くらい。セルフィーさんがどうだかなんだよな。いや、ちょっと押しに行こう。あ、ない。うん、え、あー、そっか、
びっくりした。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。さっきのキルってセルフィーさんは弾けるでいいんでしたっけ？いや、弾けないはずです。あの、浮いてるので1人。あ、まあ、ただ見てはないかな、うん、だから切れる位置だったらどこだろう。の最終位置がそこなんですよね。あ、そうです。道中どんな感じでしたっけ、うんうん、メインにほぼ在住し、シャワーとメイン、あのメインとシャワーしか動いてないですね、僕の後ろは、うん、多分あの、うん、白照明ができるのはノアさんだけだったと思うんですけど、その、あのノアさんがいなくなっちゃったので、ね、セルフィーさんの白が誰も照明できないって感じだと思います、うんうんうん、はい、うん、なるほど。ハシケンさんの侵入経路ってどういうイメージですか？それによっては、ハシケンさん私会ってて、あの私がミーティングに行ってるんですけど、エンジンから宿舎前に上がるときに、宿舎前からエンジンルームにハシケンさんが降りてきてたんですけど、ただあの扉が閉まってたので何しに上に行ってたのかな、ダウンロードしてたのかなってちょっと疑問に思ってました、うん、あ、それだったら、うん、チャゲポヨもハシケンさんと会ってて、うんうん、金庫室のあのルビーのところで一緒になってました。でその後停電入っ、うん、でその後停電入って、はい、僕が昇降機の方に、ヌーンで移動してる最中に直って、でまたもうなんだろう、直ったんで引き返してボタンっていう感じですね、はいはい、ああ、これそうだ、停電直したのってどなたですか？やっぱ鈴音さん。 あれ？あ、鈴音さん。あ、なのかな。じゃあ下か。うん、そう、展望デッキに置いてって鈴音さん直すだろうなと思ってたから、もう僕全く向かわなかったんですけど、多分これで鈴音さんそこにいたのが確定したんじゃないかな、ほぼ、うん、展望周辺やね、そしたら。そうですね、うんうん、だってバイタル情報的には結構前に死んでるっぽいんでしょ、停電直った後に死にました、うん、あ、だとすると自分そこまで行けないことを多分証明できそうなんだけど、うん、証明が、ね、自分アーカイブ脇で初手トイレで貨物から来る2人組を見てて、はい、でセンちゃんもいたよね、ん、合ってます、全部合ってます。あ、うん、合ってるらしいです、はい、トイレの一番右がセンちゃんだったと思う。あ、そうだそうだそうです、はい、うん、で俺そっちから回ってのセキュリティだから届かない。確かに経路的にきつそうな気がする、時間的にはかなり。なるほど、セルフィーさんと対抗でいいかな。そしたらほぼ僕自投票します。ロラしましょう。自投票します。自投票します。誰とロラ、ちょっと俺とロラじゃない。タクヤさんとロラ、うん、でもタクヤさんだったらマロさんもジンガになっちゃうね、多分。しかもそれはおかしいよね。いや、マットがいるから全然あると思う。なんでだ、なんで。いや、おかしいおかしいおかしい。あ、直した方がいいか。投票これ直した方がいいよね、多分。停電、あ、停電待機しよう。ま、自投票、停電来い。停電来い、停電来いだよね。いや、停電来ないか。はい、消えてるかなと思って。すいません、ありがとうございます。あのアーさん、うん、え、あ、待って、あの、アーさんつったっけ、セルフィーさんつったのなんでかなって、ちょっと正直わかんなくて。念のため聞こうよ、念のため聞こうよ。あの投票した人を聞いてからに。そう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 、そうですね、はい、はい、投票しました、投票しました、ね、投票しました。タゲタク、うん、あ、あとセルフィーさんが自投票、自投票してますね、うんうん。つった理由ってもうだってシンプルで、タクヤからほぼほぼ情報出してて、鈴音さんの、ね、話の、まあ、あの規定になってると思うんですけど、容疑者位置ってタクヤ、セルフィーさん、スナパイさんだったと思ってて、スナパイさんが距離的に届かなそうだから、じゃあもうあのタクヤセルフィーさんの2択でいいんじゃないって話になったじゃないですか。いや、だってセルフィーさん死人なしにそこまでいけるかって私はまだ疑問に思っていて、うん、って 死人がないからこそメインベントで飛べると思ってるから僕は投票しました、うん、っていうか、セルフィーさん、セルフィーさんとハシケンさんがいなくなって終わってないんだから、はい、セルフィーさんは違うでいいと思う。違った、そうですよね、うん、で、センちゃんに確認しておきたいのは、ハシケンさんは現行犯なんだよ、うん、現行犯です、うん、だからこっちはマットじゃないわけだ、うん、うん、現行犯が、ノアさんの死体の、あのをめちゃめちゃハシケンさんが横切って切れてるので、あ、マットの可能性ゼロでいいよね。マットの可能性一応あります、一応ある、 あるそう、 あります、うん、でもノアさんの死体ってメインなんでしたっけ。メインのど真ん中です、メインの真ん中、うん、でセルフィーさんがメインとシャワー、うん、メインとシャワーの
往復なんですよね、セルフィーさんが。そうだからどちらにしろセルフィーさんか橋健さんがなさん切ってたはずなので、そこのやつってでも今日会って待っとかなと思ってるけど、ちょっとね俺、あれ怖えなって思うけど ね、はい、止めないするの、あ次の止めたいです。拓也さんは釣らなくていいと思ってて、スキップに入れた派としては白白そうですね、あ同じ本当ですか、ありがとうございます。リッカもスキップには入れました。だとしたらちょっと率先してじゃあ次停電直すようにすれば、多分マロさんの白まではほぼ確定するしますよね、皆さん目線って。タクヤがマットメイトの世界戦ってだった場合ってマロさんが黒になるから、でも逆じゃない、でもタクヤさんインポスターじゃなかったとって誰になります？そうそう、いやわかんない、だからインポスターが直してるとかはないの、ないみたいな、でもスズネス名乗り出ない理由がないと思うので、インポスターが直してたら直しましたって、スズネさんがその辺にいたっていう情報が正しいなら、ちなみに背中さんはギリ届くと思ってるんですけど、無理だよ、無理かな。いやーこれ今後だな、いやーこれ俺まで釣ってもらった方が良かった気もするな、なんかグレー位置に変に入ってしまった。自投票飲むのかあれ、僕がインポスターだった時の世界戦、え、なんだチャゲさんの動きなんだ、なんでコミ鳴らすの、一緒に行こう、 OK、白が取れる、これで白が取れるのは強いよ。え、うわーうわーはい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 、スナパイさんです、スナパイさんです、びっくりした、タクヤさんですよこれいやそうくるか、場所っていうか、はい、場所どこですか、エンジンのコミュサボ直しに向かってて、はい、でそのエンジンとコミュサボ前通路のドアの時、開けてる時にドア開け終わったら光って、でその時にそこのドアに一緒に向かってます、タクヤ、スナパイ、チャゲポヨ、マロの4人で向かってます、うん、で僕が最後にドアに触れたもんだから、はい、ドア開けるモーションが最後になっちゃって、はい、で僕が最後立ち尽くしてるところに死体があるのに左に行くタクヤ、チャゲポヨを見てます。んチャゲポヨさんも人外ってことですか、僕視点は。なので、ここ釣りミスしてサボタージュキルが入ると負けるので、やってるのはチャゲポヨが先に抜けていることから多分タクヤさんの方、切ってるのがタクヤさん、そうでコミサボ入ってるからローラーできるので、はい、あ確かにタクヤさんかチャゲポヨさん切った瞬間を見たわけじゃないけど、あ僕は先に抜けたのがチャゲポヨさんの方だから、うん、スナッパイ、うん、あいいですか、じゃあ、はい、タクヤの話だけちょっと先ほどつけますけども、スナパイさんがもう切ってますで大丈夫です、チャゲポヨさんはまた関係ないです、一緒にいただけ、チャゲさん目線はどうですか、僕目線も、はい、多分僕が多分最初にドアを開けてバッと一番最初に出たんですね、はい、でそしたら急にレポートマークが光ってなんだなんだって振り返ったら、うん、通報が入ったって感じですね。ああじゃああんまりどっちが切ったか見えてない状態、そうですね、で逆にタクヤさんなんかその即レポできてたのもなんかドア開けて開けようとしてなかったのかなっていう、あー開けて開けて自分が先行した印象だったんですよね、もうあの僕ってもうスナパイさんって見えてなくて、あのマロさんとチャゲさんとあのシャワーからまっすぐ向かってった印象だったんですよね、うん、そうですねそうですね、だからタクヤさんの言い分が正しい場合って俺そこに複数にいるのに切ったことになるよ、僕がいるから切ったしかないと思ってます、タクヤさんがスナパイの存在に気づかなかったから切った、ごめんなさい、ペイさんに入れます、スナパイさんに入れます、はい、タクヤさんですこれ、うわー強靭残ってた、これいやそれはそうチャゲさんチャゲさんだですよね、うん、うんこれ
これすごい。すずめさんキルがすごいな。そうびっくりした。ラウンジにいたのにな、スナパイさん。いやマジでローラー止めてくれてよかった。本当脳死だった俺も。高谷さん終わると思ったから。いや待ったかと思っちゃった。ジンジャーサルピーソーマウスと。